結果によって振り込まれるプロポジションではあったんですが、自身としては経験戦でのコールは実に初コールということになりました。で、昨日のフロントコールは荒川凛太と、そのようなホンダがするプロポジションの、これはまたトヨタのスクラシックドライバーの荒川凛という若手のドライバーなんですが、この荒川凛選手も後半にですね、ポディウムも飾るという活躍も今シーズン見せておりまして、まあ、この3人がこの終盤にこの3人がこう抜け出て水と荒川がポイントが並ぶということになりました、まあ、ですから残す4レース取りこぼしのできないいよいよ大詰めということになります。昨日はスタート直前に吉村航選手がマシン決死明けで木村伊織選手が、まあ、後半ですね荒川凛を捉えてトップ浮上と、まあ、結果的には木村伊織が果たして今シーズンのチャンピオンはどなたなのか、木村なのか、またまた荒川凛なのか、ぜひ